どうも。どうも。なんか今から無印良品に行くんですけど、ね、シャツを買いに行こうっシャツて。買いに行こうかなって。この前さ、服を捨てて、もっと定番のもので揃えたいって言ってたもんね。定番っていうのは流行り続けているものだって。もう無地とか、ストライプとか。そうっすね。定番のものをまあ何着か買って、まあ大量買いしない？とりあえず。っていうのはやっていこうかなって。定番のものがいいって最近言ってるのに、なんかそこら辺めっちゃガラガラしてんじゃん、このあたり。これはね、もう2年前に買ったやつだから、これは正直、もう捨てる前提でいる。で、俺ももう着たくないっていうか。だから今日はこのシャツを手放す代わりに、と別物無ね。印でシンプルなシャツを買おうっていう。で、そう。だからこのシャツをワンアウトしてワンインするっていう動画そうでですね。す。ちなみにこれは元カノから買ってもらったシャツでございます。というわけで無印に行きます。レッツゴー。レッツゴー。着きました。はい、無着き印ましです。た。はシャツを買うぞいよ。ー。どう？めっちゃめっ買っちゃ買った。てるじゃん。めっちゃ買ったよ。1着買う予定が何個買った？何着買ったの？ 6 とか？シャツだけ買うっつってもうパンツまで買ってるからね。結局1個捨てて1個買うだったけど、たくさん捨ててたたくくささんん、買うって感じ。まず、シャツ。同じの2着？ミニマリストか？お、これは？はあ。お、白白白。白がめっちゃ多いよ。シンプルなのを買ったんだよ。これは白じゃないの？おー、ほんとだ。なんか、後世にしては、珍しく、すごい、珍し無い。地ばっか。はい。おーおーおー、すごい、いや、柄物がどんどん減っ昔ていはね、く。これです。以上。以上？お、ってことは？合計で？ 6？ 1、同じの2つ。2、3、4、5、5着とゾおー。ウが1着です。こよれを、し。じゃあその分、6個捨てよう。はい、まず捨てるものを選んでから服をかけましょう。はい、レッツゴー。何やるんそれ。どれ捨てます？ま1ず個。ね。はい、これ1個捨てます。ちょっと待って、はい。これどうし、気に入らなかった理由は？元カノからもらったから。ぽい。次。次はね、あと5個。これはもう部屋着になってたけど、うん。もう大学1年の時から着てたやつなんでいらないです。はい、ぽい。で考えるとこれはもういらうないかな。おー、めっちゃ派手やんけ。これはね、2うん。年前に買ったやつ、レイジブルー。もうこれ着ない？もうね、いかにもうレイん。ジブルー感がある。ちなみにその下のもレイジブルーだよ。同大学じ。生御用達だよ。あでもまあ似たようなの買ったから、これいらないじゃん。これはもういらないね。はい。これもレイジブルー。はい。ボトムスはね、これがね、もう破けてる。で、もともとこれの買い替えで、これを買ってたから、消えた。え、なんで？これ捨てる。心霊現象ですか？どこういうのこ家、と？幽霊がいるんじゃないですか？いや、これがいらない。お、これで6個減った。ちょっとサムネイルね。で、ちょっと待って、あそこ、まあ、そこいいね。おお 事故、危ない。事故。幽霊住んでるやっぱこの家。ゆかちゃんがさ、近くにいて、ちょっとそわそわするのわかるけど、抑えて。いや、ゆかちゃんいないから。はい、で、じゃあ、こで、れ、6個捨てて、6個入れると。入よれし、ますね。クローゼットにかけよう。はい、で、こんはない。感じで、はい、6個、ハンガーに空きが出たんで、だそのね。分、ね、この、無印で買った服を、つぎ込むぞ。久々アパレル店員みたいなことしてんの？久々よ。服の、なんだって、衣替え、どうですか？どうぞご覧くださいって。普通の人はさ、こうやってさ、服を捨てずにさ、ね、服買ってさ、どんどん貯めてってさ、ゴミだらけになっていくからさ、それ俺だね。そう。ほちんゃとんそと、うだよ。そう、1個入れたら1個減らさないとさ、物増えるじゃん、絶対。いや、そのね、もともとね、普通の人は物を減らすっていう感覚はね、ないんだよ。心霊現象。怖いよ。やっぱさ、服が多すぎて、汚いから、多分幽霊がここにいるんだよ。なことあるそう。か。やっぱ物多いと運気下がるから。ほら、しかもなんかいいね。白 T っていうね、ほら。すごいシンプルになってるクローゼットが。しかもなんかいいね、やっぱり。綺麗。クローゼットがね、どんどん綺麗になってるよ。もう俺の着たい服しか買わなかったから。ちなみにさ、今回結構服買ったじゃん。いくらかかった？2万5千円。おー、でもなんかこの前ね、なんか口座にいっぱい振り込まれたって言ってもうすぐお買い物したもんね。すごい、真っ白。クローゼットが、でもどんどん白くなってお、る。俺ミニマリストじゃねえぞ。お 影い。響されてる。おい。めっちゃ影響されてるやん、無意識のうちに。普通に白シャツは欲うん。しかった。こういうのは欲しかったね。これからす夏ごがい、ち始まっょったとら。ミニマリスト感がすごあい。れがミニマリストや、おい。俺はマキシマリストや。俺はね、マキシマリストなんマだキシマリストだけど、無印の服がいっぱいって。でもクローゼットの半分ぐらい、無印だもんね、今。ムジラーじゃん。ムジラーだよ。お、気持ちいい、このクローゼット。あと1個余った。ハンガー。結構じゃあ、ほら、いいんじゃない？でもハンガー余ってるくらいで。
ちょっとハンガー余りましたね。すごい。じゃあ6個以上捨てたんだね。なんか知らんけど。素晴らしい。ほい。おお。っていう感じかな。はい。完成です。すごい。どうこのクローゼット見て。めっちゃ真っ白だね。ミニマリストっぽい。俺ミニマリストじゃないんだけど。これはね、こっから見たら白いでしょ。これはこっから見たら白いでしょ。じゃーん。これもでもさ、なんか、そのうち消えそうだよね。これはね、今年までかな。まあ俺は時代を先取りしすぎたんじゃないかと。うんうん、どうこのスッキリしたクローゼット、しかもなんかね1個余ったからね、ハンガーよかったじゃん。なんで余ったんだ。結局多分捨てた、多めに捨てたんだよ、6個以上。よし、はい、しのげるねこれで。うん、全然いける。もう買わなくていいね。買わなくていいね。でしかもこれさ、ずっと今後定番だから長く着れるじゃん。確かに。皆さんも、それでは皆さんも皆さんも何か物を買うときには物を捨ててから物を買いましょう。そしたら増えないので。あ、俺はミニマリストではないんですからね。これだけ言ってて。さようなら。